お疲れ様です。まあ諦めたらそこで試合終了だよとは言いますが、諦めてもそこで試合は終わってくれないっていうのはね、私の考えなんですよね。はい。なんか野球でもそうですけども、チームメイトが全員諦めました、監督も諦めましたって言っても、あ、じゃあ守備ついてくださいって言われるだけですからね。諦めてそこで試合終わってくれてね、はい、ゲームセットってやってくれるんだったら、こんなにいいことはないわけですよ。でも、残念ながらそういうルールはないですからね。選手が諦めたらそこで試合を終了とするみたいなことはなくて、それこそね、お客さんが入場料改正みたいな賠償問題になっちゃうんで、やめるにやめれないと思うんですよね。まあけどね、形だけが試合をやっても、もうやる気なくね、もう諦めた心情になることってあると思うんですよ。まあ例えばね、格闘技とかやってて、その試合の最中にものすごくダメージを打ってね、でなんとか立ち上がったんだけども、もうパンチも出せないや、キックも出せないや、防御も出せないやみたいなことになっちゃうと、もうなんかね、やれる一方みたいな感じでね、それはもう、まあ諦めてギブアップするっていう方法もありますし、タオルを投げるっていう、そういうふうなね、ことが、できますんでね、タオルを投げるってことはあるでしょうね。でもギブアップとかタオルを投げるっていうルールが、野球とかないですもんね。まあビジネスもやめてしまえばそこで終わり。なんですよ。で、やめて諦めてうまくいくっていうことはないと思いますんで、やっぱやるしかないかなってところですよね。で、どのくらいやったら成功するかって、昔受験勉強で4等娯楽って言いましたよね。だから寝る時間を4時間に絞って勉強した人は合格するけども、5時間寝ちゃった人はその分だけ勉強時間取ってないんで不合格みたいな。でもこれもまあ一つの目安としてね、どのくらいの速度とか密度でやるかってことによっても、しっかり睡眠時間をとって勉強時間少なくても合格する人もいれば、一生懸命やったけど物覚えが悪かったり容量が悪かったり、試験範囲じゃないところ一生懸命やることによって合格率下がるんですよね。なんかネットビジネスもそうじゃないですかね。やらなくてもいいことは延々とやる人と、やっぱりこう集客に特化して集客ってもので稼ぐ人とね、あとはウェブライティングを一生懸命やってライティングで原稿料をもらう人とね、セルフバックだけをずっとやってもセルフバックだけでも稼ぎますからね。だから一定のもう公式はありますよね。どこまでやればいくら稼げるのか、月収100万なのか分かんないけども、最低限やらないといけないことってのは明確なんで、最低限やらなきゃいけないことは携えた状態で億万長者合宿来ればいいんじゃないですか。例えば億万長者合宿でセールスのチャンスを設けますんで、商品持ってきてくださいねって言って、その商品を作らなければ、私もなんかね、売るものがないのにセールスするのは難しいですからね。ほんでなんかね、もし何かあったら連絡くださいって言ったら、もし何かあったらみたいな言い方になっちゃうわけですよ。だったら恋愛に困ってる人は、特に40代後半で20代の女性と結婚したいと思ってるのになかなか出会いがない人は、この人のところにお問い合わせくださいって言ったら、すごく具体的な商品案内になるんですけどね。ということでございますか。じゃあ行ってらっしゃい。